ここに2枚の絵があります。1枚、2枚。絵が2枚あります。男の子が1人います。女の子も1人います。男の子と女の子はどこにいますか？どこにいますか？山にいますか？海にいますか？それとも川にいますか？ここは川ですね。二人は川にいます。川で何をしていますか？川で勉強していますか？川で泳いでいますか？何をしてますか？二人は川で釣りをしています。男の子と女の子が川で釣りをしています。これは男の子と女の子が川で釣りをしている絵です。右の絵と左の絵は同じですか？それとも違いますか？違いますね。二つの絵は似ています。でも、ちょっと違います。似ているけど、ちょっとだけ違います。違うところが、八つあります。八個あります。今から、私と一緒に、八つの違いを探しましょう。一つ目、女の子は釣りをしています。左の絵を見てください。何が釣れましたか？これは何ですか？魚ですね。魚が釣れました。右の絵はどうですか？これは魚ですか？違いますね。これはタコです。右の絵ではタコが釣れました。二つ目、川を見てください。川を見てください。川に何がいますか？左の絵を見てください。川に魚が2匹います。1匹、2匹。魚が2匹います。右の絵はどうですか？魚は何匹いますか？一匹ですね。これは魚ですか？違います。これはカニです。魚が一匹、カニが一匹います。三つ目、空を見てください。空を見てください。空に何がありますか？太陽があります。空に太陽があります。右の絵はどうですか？太陽はありますか？ありません。ないですね。
太陽じゃなくて月があります。これは月です。四つ目、右の絵を見てください。女の子の隣に何がありますか？バケツがあります。青いバケツです。女の子の隣に青いバケツがあります。左の絵はどうですか？女の子の隣にバケツはありますか？ないですね。ありませんね。5つ目、男の子を見てください。男の子の顔を見てください。男の子の口を見てください。左の絵では、口が開いています。口が開いていますね。右の絵はどうですか？口は開いていますか？それとも閉じていますか？閉じています。左の絵では男の子は口を開けています。でも右の絵では口を閉じています。6つ目、女の子を見てください。女の子の頭を見てください。髪を結んでいます。左の絵では丸いゴムで結んでいます。右の絵ではリボンをつけています。1,2,3,4,5,6 6個、6つ見つかりました。あといくつですか？あと2つです。あと2つ違いがあります。どこでしょう？わかりますか？これは石です。石がぴょんぴょんと跳ねています。ぴょんぴょんと跳ねています。左の絵では1回、2回、2回跳ねています。右の絵では何回跳ねていますか？ぴょーん。1回です。1回しか跳ねていません。残りあと1つ。これはちょっと難しいですよ。どこにあるかわかりますか？見つかりましたか？この草を見てください。これは草です。こっちの方が少し下にあります。上、下。草が下にあります。こっちの方が少し上にあります。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ。八つ、全部、違いが見つかりました。今日は一緒に間違い探しをしました。今日はこれでおしまい。またねー。